最後がゴーバー。今日のご飯ですけども、これミンミンの餃子、ミンミンの餃子いくらだっけな、74円かなんか。でこれシューマイ、これもよく見るけど赤いパッケージのチーズシューマイなんですけども、12個入って今日はなんと47円でした。はい、そうそう、これね、タケノコと野菜の煮物、このタケノコね、水煮でパックしちゃったんだけど、産地を見たら中国だったんですよ。でも説明書には中国で採取して日本の規定を守って作って審査に通ったように作ったということで、まあ、食の安心面は保証されてるみたいですね。それではまずいただきます。まずビンビンの餃子がいこう。これ安いけどうまいんだよな。材料もねすごい凝ってるんですよね。だんだん寒くなってきましたね。さすがに夜は寒いです。一つで、ケイさんが階段駆け上ってきて、指切ったーって言って、指見せるんですよ。そして、ここ、ざっくりと、深い傷がね、できてるの。血がぶわーって出てきて、うわ、やべえと思って。でも、昨日木曜日だったから、午後、病院、外に休みなんでしょうね。救急車呼ぼうかなと思ったけど、そうかなと思って、止血はまず先だと思って、絆創膏とテーピングテープで圧迫して止血したんですよ。そしたらまあ、血は止まったんで、明日、朝から病院行こうということになって、やったんですけどね、ほんと焦りましたよ、あれは。最初はね、知ってる最中のことだったみたいですけども、タケノコ
店にもね、いろいろ僕寝てたんですよ。そしたら、階段ドサドサドサって、K さんが駆け下りてきて、ダメなんだと思ってたら、スーパー行こうって言うんですよ、スーパー。24時間営業。そこで、見切り品買おうとか言って、それは安くなるよなとか思って、まあ、じゃあ行こうか、それで来たんですけどね、もう全て半額。もうでっかいね、刺身、こんなパックに入ってる、980円とか、1000円がするような刺身がね、全部半額になってるんですよ。と思わず、三種盛りのパック買っちゃったんですけどね、それだって980円の半額。マグロなんて、こんなでかい、分厚いしね、サーモンとタイが入ってましたけど、あれはお得だわ。人参が甘い。うまいなぁ。この間ね、そう、時間も遅くなって、お腹も空いたし、来てもらいたいってことで、回転寿司したんですよ。51貫食べちゃいました。食べ過ぎたっちゅうの。今の時期のクイズとかうまいもんね。ボートフェアもやってたしね、うまいもんばっかりでしたよ。話は戻りますけど、昨日は本当に見ましたね。本当に救急車で僕は参りましたもんね。血がボタボタ出てくるしね。ケイさんが階段ドタバタするときは、ろくなことがないことが多いので、気をつけます。米もね、16穀米もうかなり食べてるんですけど、これはうまいですね、やっぱね。なかなかいいですよ。まあ、下に口内炎が出てるんですよ。まさか再々発達とか、ちょっとビビってるんですけども。ただ、前回の再発の時の気がして、食べ物とか、醤油とか、ソースとか、そういうもの食べても全然痛みないんですよ。こう、咀嚼するときに、舌を動かすときに、ちょっと痛いなっていうくらいで、再発したときはね、もうとにかく染みるの、食べ物がね、一定でも涙目になりますよ。ほんで、水を口の中に入れてね、舌を冷やすんですけどもね、なかなかダメでしたね。まあ、だから、その症状があったからこそ、早く見つけられたんですけどもね。
うまい。なんかもうなくなってくると寂しいな、もうもっと食べたいのにな。今日はね、それから車でちょっと遠出して仕事してきたんですけど、やっぱり運転は疲れますね、遠くまで行くと。それはまあそれでしょうがないですけど、自家用車はね、もう13万キロ走って間もなく14万キロになるんですけど、前回の車検の時、前回って春の車検の時はね、まだ乗るつもりだったから、もう悪いとこ全部直してもらったんですよ。ブレーキパッドも変えたし、ナイロンガードも変えて、バッテリーも変えたんか。車を買い替えたらいいと思うんですけどね、先出すものがないですからね。バーにでも行きたいですね。僕はね、酒のことあんまり詳しくないから、何々作ってるとかね、そんなこともうとてもないけど注文できないでしょ。いつもバーボンはワイドサーキーの水割りで飲んでますね。ワイドサーキーは割と好きなんですけどね。ロクでトゥルインガー具合でステーサーつけてもらってね。今まで来たバーで一番かっこよかったのは、もう本当のバーなんですけども、出てくるつまみがね、もう落花生だけなんですよ、殻付きの。で、みんな殻割って、だから食べたらもう殻をね、床に捨てるんですもん。そういう方針なんですよね。だから自分で食べて、殻も下に行って、下も殻だけにやってるんですけど。
忘れるべきみたいな格好いいなって思ってね、一度一回会ったことありますけど、お時間です。とてもお時間です。満腹になりました。おやつ食べられるのが一番です。それでは皆さん、風邪には気をつけてクリスマスを迎えましょう。それではごちそうさまでした。